ネコワーク S ネコパラボリューム1ソレイユ開店しました。ありがとうございました。では失礼します。お久しぶり、ご主人。引っ越し
事業所のトラックの中がホコリっぽくて鼻がムズムズ辛かった。ショコラがいるところ、それは私がいるところだから。それに猫は狭いところは嫌いじゃない。あと私もこっちの段ボールも重いから気をつけろよとか言われた。だから私もここポンスか。なでなで大好き。気持ちいいです。苦しゅうない。もっと主人様が連れてってくれないって言うから仕方なく。
違うんです。これはそのお腹が反抗期なだけなんです。だから違うんです。本当に朝早かったせいで朝ごはん食べ損なったから仕方ない。それにショコラはお腹の音も可愛い。実はウキウキしてるくせに。ほーら、ほっぺふにふにしちゃうぞ。はい、そこらくすぐった。にゃ、にゃ、ダメ。ご主人様じゃ全然違うんです。はあ、ご主人はほんとご主人たる自覚がなくて困る。ショコラが不憫。しぐれちゃんもご主人様だけど、しぐれちゃんはしぐれちゃんなんです。だからご主人様はご主人様なんです。全然違うでしょ。ね、てないけど熱意は伝わる。さすがはショコラ。パチパチパチ。ご主人様、シャンプーはこれがいいってしぐれちゃんが言ってましたよ。これ毛並みがサラサラになるし、すごく甘くていい匂いがする。ご主人様、ひどい。ひどいぶった切りようです。よしよし、ショコラ泣かないの。ご主人はひどい人だね。ごめんなさい、ご主人様。久しぶりのご主人様とのお買い物でテンション上がっちゃって。猫は素直だから仕方ないね。ご主人も素直になればいいのに。シャンプーもろくに買ってもらえないのかしら。かわいそうに。
猫虐待で通報した方がいいんじゃないのかしら。あれ、ご主人様とのお出かけは楽しいです。思わずニャンニャン言いたくなっちゃいますね。ニャンニャン、私たちのものは何も買ってくれなかったけど、ご主人ケチ。猫が、あの猫ちゃんたちの飼い主さん、すごく可愛くてお利口な猫ちゃんたちだね。愛想もいいし、言葉もしっかりしてるし、うちのはまだ7ヶ月なんだけどね、もうちょっとしたらあんな風にちゃんとしてくれるのかな。ご主人様なのね。あ、でもご主人様はご主人様なんです。しぐれちゃんはしぐれちゃんですからね、ご主人様。通訳すると、しぐれは大事な友達、ご主人って呼ぶのはこっちのご主人だけってことで。愛されてるんだね、ご主人様は。売ってたらお腹空かせて寄ってきてさ。
そのまま拾って今じゃ自分の娘みたいなもんになってさ、店まで手伝ってくれるようになってね。人型猫が流行したこともあったけど、普通の猫の何倍も飼うのが大変だからね。のない連中ばっかりで嫌気もさすけど、でもそいつらのおかげで可愛い娘に会えたのかなって思うと何とも言えないけどね。こっちにあるメニュー好きなトッピングと味選んでね。うちの猫が遊んでもらった分サービスさせてもらっちゃうよ。やーい、ありがとうございます。ショコラはマヨネーズかかってるのが好きです。ありがたくいただきます。ペコリ、私は明太子チーズがいい。ショコラの家はご主人様のお家ですけども、
チョコラの隣が私の居場所だし、あとご主人かっこいい。なんか妙に男前に見えてきた。嫌です！ソコラは絶対に帰りません！そんなこと言うご主人様は嫌いです！私もダットのごとく、いや、ダツネコのごとく離脱。心配はご不要。人型でも猫は猫。さささ。いやあ、ご主人様のエッチ、どこ触ってるんですか？ご主人、ショコラの胸もろ触ってる。もうわしづかみ。ご主人様のベッドで寝ます。私もご主人のベッドで我慢する。一緒に寝てくれないんですか？この子に及んで。ご主人は人の男子なのにお上気用が悪い。順番はご主人、ショコラ、私でいい。主人様とバニラに囲まれて幸せにゃん。じゃあ押しかけたのはショコラたちですし、ここでいいですよ。猫らしく丸まって寝ますし。贅沢は言わない私たち、超けなげ猫の鏡。こんな感じで。したばかりで段ボールたくさんありますよね。お家作ったらあったかいって聞いたし、なんとかなる気がする。そしたらご主人様はどうするんですか？ショコラの隣？
寝ますから。ご主人様はバニラと一緒にお布団で寝てください。私こそソファーのが落ち着く。ショコラとご主人でベッド使えばいい。ご主人様。おやすみ、ご主人。ご主人様。その…本当にごめんなさい。迷惑をかけてしまって。ご主人様。ネコパラ。その件に関してはショコラとバニラの意思を尊重したいと思います。ショコラとバニラがちゃんと納得したら迎えに行きますので。ところで兄様、この妹めに今朝の愛のささやきを。あ、すみません、お父様から呼ばれましたので失礼いたします。愛してますわ兄様。ではまた。
主人様はショコラたちといるの楽しくないですか？ショコラは楽しいですよ。もうそれは今世紀最大級に。昨晩はご主人だって結構お楽しみだったくせに。それでもショコラはご主人様のところにいたいです。ショコラがいるなら私もここにいる。私もここにいたいと思う。僕らの想いが